はいどうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、過度なストレスがもたらす認知の歪みとその改善のためのですね、認知行動療法について、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきます。この認知行動療法は、このチャンネルでも何度か取り上げさせていただいてはいるんですが、改めてより分かりやすく解説をさせていただきたいというふうに思います。で私たちはまずストレスがこう溜まったり重なったりすると、例えば怒りですとか自己嫌悪ですとか意欲の低下、呼吸の乱れですとか不眠とか胃もたれなどさまざまな変化が現れます。で、中でも最も警戒すべきものが認知の歪みと言われる状態です。これは物事の悪い面ばっかりにこう目がいってしまって、正しい理解や判断ができない状態のことを言います。これによってネガティブな思考に陥ってしまったり、自己否定ですとか劣等感に苛まれてしまって、人間関係や普段の生活に支障が生じてしまうということがあります。特に病気なんかのこう心身弱まっている状態、あるいは人生の節目の環境の変化に対応しきれないという時にこういう状態に陥りやすいというふうにされてまして、これによって健康が損なわれてしまうということがあります。これを適応障害というふうに言います。でさらにこの認知の歪みには実は脳を錯覚させてしまって痛みをですねより感じやすくさせてしまうというところもあります。私たちの脳には本来ですね痛みを和らげる鎮痛システムというものが存在するんですが、これがですね過度なストレスを受けてしまうことで痛みに対する不安とか恐怖がこう長引いてしまって正常に作動しなくなってしまって痛みをより強く感じてしまうということがあります。でこういう事態に対して認知行動療法というのは大変効果的です。じゃあ改めてこの認知行動療法というのは、人の気分は物の考え方とか受け取り方の影響を受けるという心の情報処理プロセスにですね注目をして、ストレスが患者さんの反応でこう分類をして捉えることで、それにとって適切に行動することで問題解決を目指すというアプローチになります。実際ですねストレスに起因する例えばうつ病ですとか不安障害の方で、薬物療法と併用してこの認知行動療法のアプローチを行うことで関連する脳の部位の改善が認められて、医学的根拠に基づいたその有効性の高さというのがですね実証されています。ストレスケアにはもちろんそうなんですけども、今例えば慢性的な痛み疼痛の治療ですとか睡眠障害にも応用されてますので、ぜひこの点をですね参考にしていただけると幸いです。ただ一方で認知行動療法はやっぱり少々分かりにくいというところもありますので、より分かりやすいようにスライドを使って実例を挙げて改めて紹介させていただきます。認知行動療法の大きな特徴は、ある状況に対する反応を4つの側面に分けて、認知と思考、身体反応、気分感情、行動遂行というふうになるんですが、これに分けて捉えるということが最大のポイントになります。例えばある女性が道を歩いている際、反対側に一組の男女を見かけました。その男性が実は彼氏だったとします。その出来事に対して、浮気だ許せないっていうふうに一方的にこう状況を悪く考えてしまって、ドキドキそわそわしたために感情に任せてその場で彼氏に詰め寄って、浮気でしょってこう関係を一方的に詰め寄って関係を悪化させてしまうという好ましくない結果を招いてしまった状態が他にあったとします。じゃあこの際どういうふうにすればよかったか、この状況を聞きながらこの図をですね、まあ、頭の中に思い浮かべていただいて分類をします。そうすると自分ではどうしようもできないものと自分でできるもの、黄色い丸の部分に関しては実は自分で選択をすることができます。なのでこの認知思考の部分と行動遂行の箇所の修正改善を目指していきます。認知思考では個々の受け止め方の原因を分析して、それが自身にどういう影響を与えているか、先入観なく客観的な視点で見つめ直すということをします。行動遂行では確実に達成できる小さな目標を設定した上で、これを実践する中でうまくできた成功体験ということを積み重ねます。では先ほどの例で見てみましょう。するとまずは認知思考のところ、ひょっとしたら客観的な視点で言うとただの知り合いかもしれませんし、家族の誰かかもしれないと、客観的にあらゆる状況が実はこの場合考えられます。で、ただその場合どういう行動をしたらいいか、
うやむやにせずに落ち着いて彼に尋ねてみるという成功体験、適切な行動を取った結果、じゃ何が分かったかというと、彼の妹だったということが分かって、関係を悪化させることなく望ましい結果を得るということができる。こういう形でこの意識的にこのプロセスをですね、繰り返すことで気づきですとかを促して、思い込みの解消を目指します。積極的にこう困難を乗り越える体験を積み重ねることで、ストレス対処能力が高まるというふうにされてますので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。